をしていきました。決勝第1レースパンサークラス、スタンディングスタートとなります。まもなくホームストレート。それではスターティングリッドをご紹介しましょう。ポールポジションからはポイントリーダーでもあります意地を見せました。ゼッケンは2、ベアレーシング石井誠。フロントロー2番グリッドからはゼッケンは21、ベアレーシング注目です。山下浩二2列目3番グリッドはゼッケン15、 RKT 森 S 島根高直。4番グリッドはゼッケンは9、ベアレーシング柳田正隆。5番グリッドはゼッケン12、三ツ田 BWG レーシング真原修。6番グリッドはゼッケン3、岡澤誠はチームウィンディ。7番グリッドはゼッケン4、RKT 森、松下智樹。8番グリッドはゼッケン70、BMAX 浅川邦弘。9番グリッドは柳田亮はベアレーシング。10番グリッドは田中俊久ボスベアレーシング。その後ろ、手塚、大橋、小口と続きます。レッドランプ点灯、ブラックアウト、今スタート。4号車がちょっとスタート、なかなか苦しいところ松下。ポールポジションからスタートしました石井誠、ポイントリーダー。その後ろ続いて山下、島根、そして柳田正隆という2列目まで。さあどうでしょうか、その順位。まずはオープニングラップ、決勝は12周によって行われます。1台遅れての走行、おーっと今6コーナーでかなりギアが流れる形。ゼッケンは5、大橋選手ですね、チームウィンディ大橋文雄選手です。さあまたまた1台のマシンが4コーナー、3から4のところマシンがクリート回りました。それから6コーナーでスローダウンはもう1台、ブルーのかぶる。ゼッケンは10、柳田亮選手だ、ベアレーシング。んそうですね。さあトップが帰ってきました。石井誠、山下浩二、岡澤誠、島根高直、真原修、山下智樹、柳田亮、田中俊久、手塚芳人。おっと柳田正隆はどうした。このブルーのカラーリングは柳田正隆。タイムトライアルではなかなかいいタイム、さすがだなというところがあったんですが、ちょっとエンジン、あ、なんとか今復活しましたか。さあ今回注目のドライバーということで朝にもご紹介をしてきたんですが、スーパー GT、ニスモの23号車、今シーズン少しローテック乗っていましたね。柳田正孝選手なんですが、今回はこのファンサークラスでね、エントリーをしてきてくれているんですが、ちょっと今のコーナーでスローダウンからエンジンが入ってきたんですが、なかなかリスタートを切ることができなかったそのマシン、後半からの追い上げということになります。まあ、まだ第一レースですからね、もう一つあります。さあ周回数が4周目を終えて5周目と入っていきました。2番手にはゼッケンは21、山下浩二、ベアレーシング、なんとなんと第4戦第5戦この2つでですね、ポイントを120ポイント稼いできているということになりました。注目
手のドライバー山下浩二が2番手、ポイントリーダーレギュラードライバーの石井誠を追い上げます。その後ろ大きく差が開いています。15号車の島根高菜を、その島根ですが、ポイントではトップの150ポイントの石井誠を追う形で、山下浩二の差の後ろ3番手ということになりますが、さあまずはこの第1レースでの最大ポイントは22ポイントが 1.5 倍で33ポイントですか、獲得ということになりますね。さあトップ石井、2番手山下、ここはここで2コーナー、イン側にマッチンが1台止まっていますよ。ゼッケンは6かな、ゼッケン6の小渕博史選手のマシーンです。2コーナー内側にマシーンが止まってしまっています。さあ周回数は6周目を終えて7周目、決勝は12周によって行われます。このパンサークラスの第1レース、ポイントリーダー石井誠がポジションをしっかり守って、今コントロールラインを通過、ちょっと今ですね、バックマーカー大橋選手にちょっと引っかかった形で石井誠選手が不利だったかな、その後ろぐーっと山下が近寄ってきました。トップ石井、2番手山下、後方島根までの間は4秒158開いていています。そして真原修、松下智樹、柳田亮が続いています。9号車柳田正隆が7番手、先ほど6コーナーでは10号車の方、柳田亮選手、弟さんの方でしたね。さあトップは帰ってきました。石井誠、山下浩二、3番手島根、4番手山原修、5番手6番松下、6番手柳田亮、柳田正隆が続きます。8周目終えて9周目、さあこのまま石井誠がトップチェッカーということになると、第1レースを制すればかなり有利になってくる。まだちょっとね、手元で計算ができませんが、決定的にもなるのかというところ、それを2番手のポイントで追い上げるのが、今ポイントでもそのスピードを下につけている山下豊樹、120ポイント。さあ6コーナーどうだ、ぐーっと迫ってきていました。トップの石井はそれを十分に分かっていると思います。コースは今周回数10周目、このコーナーさあ立ち上がってくるぞ。島根、真原、松下、柳田が続きます。さあトップは3コーナー、先ほど6コーナーではぐーっと迫ってきた山下、どうでしょう、同じポジションで迫りくるところができるのか、やはりね、ここは山下のいいところなんでしょうね、なかなかいいコーナーに乗ってくれるところなんでしょう。またぐっと近寄ってきます石井誠のその背後、2人とつけてきます。さあスモーコーナー、タイトルコーナーでなかなかいいコーナーリングを見せる山下、さあコントロールラインを通過、11周目を終えてファイナルラップ入っていく。トップを守っている石井誠、2番手には山下浩二、どうでしょうか、このワンツーポジションは入れ替わるのか、ファイナルラップ3コーナー飛び込んでいく、ここでは無理。さあ軸からの部分に入ってきて山下得意な6コーナーはどうでしょう、インからインからインからどうでしょうか、ここではまだいけない。そして残すところは復興コーナー、6コーナーと同じように車線が落ちるところ、タイトなところで山下のコーナーリングがいいぞ。さあ最終コーナー立ち上がってトップチェッカーは届かなかった石井誠はトップチェッカー、2番手に山下浩二、3番手15号車の島根高菜を、
4番手真原修、5番手には松下智樹、そして6番手柳田亮、7番手には柳田正隆兄弟が6番手7番手仲良くフィッシュ、8番手には岡田誠、9番手の7号車ボス田中俊久、10番手手塚義人、全車チェッカーです。パンサークラス決勝第1レース、見事トップチェッカーはポールポジションからスタートをして見事に、守りました。石井誠、2番手にはゼッケン21、届かなかったですね、山下浩二、3番手にはゼッケン 15の島根高直、4番手にはゼッケン12真原修、5番手にはゼッケン4松下智樹、6番手には柳田亮、柳田正隆と続きました。以上パンサークラスの決勝第1レースお届けしました。